占領したバシラン島の飛行場に着陸したアメリカ軍 B-25 爆撃機。現在のバシラン島付近の海、スールー諸島の戦いは太平洋戦争末期にフィリピンのスールー諸島で行われた日本軍と連合軍の戦闘である。アメリカ軍を主体とする連合軍が勝利し、日本軍は文字通り全滅した。太平洋戦争中スールー諸島を占領した。 日本軍は、たびたび島を日本海軍の白地として利用するなどしていた。しかし、現地の諸族ゲリラの活動が活発で、治安状態は非常に悪かった。守備兵力は一時は、たびたび島に、日本陸軍の二個大隊と海軍の第33警備隊が配置されていたが、日本艦隊が壊滅して、白地機能が無意味になったために、前者はボルネオ島へ、後者は ミンのネオ島産案外転身した。同党には、第33警備隊ボンガオ残留隊のほか、施設隊や航空隊など200人程度の海軍要員のみが、残地された。1944年夏以降に、本格的な防備が進められ、ホロ島に独立混成第55旅団が展開したが、装備は劣悪な上、本来は3個不評大隊機関であるうち1個大隊を、 レーテ島の戦いに抽出されてしまった。連合軍の上陸時には、陸軍航空隊関係者1000人、海軍の第32特別根拠地帯や第33警備隊の各一部など350人を合わせて約6000人がホロ島の守備についていた。フィリピン全土の奪回を目指すダグラス・マッカーサー司令官の方針に基づき、レーテ島、ルソン島の制圧後も、 連合軍は各地に孤立した日本軍拠点へと進行を続けた。1945年3月にミンダナオ島に上陸した連合軍は、ついでアメリカ陸軍第41不評師団少将の一部を投入してスール諸島攻略を開始した。サンボアンが上陸戦と同じビクター4号作戦の一環とされた。3月16日にバシラン島にアメリカ軍の 第162不評連隊戦闘団の一部が上陸占領したのが最初の戦闘であった。二日後には同じ部隊が隣接するマラマウイ島も占領した。ついでアメリカ軍は比較的に守備が厚いと思われたホロ島は迂回し、たびたび軍島に進攻した。4月二日に、 第163不評連帯戦闘団の一個大隊が、たびたび軍島のサンガサンガ島とボンガオ島に上陸した。4月6日までに、わずかな日本軍の抵抗は制圧された。現地人ゲリラにより総統戦が行われ、4月26日には、生存日本兵は約40名となり、ボルネオ島に数名が小舟で脱出したほかは、殲滅された。ホロ島に対しては、 4月2日に偵察班が送り込まれた後、4月9日に第163不評連隊戦闘団の主力が上陸した。日本軍の水際での抵抗は弱く、翌日にはアメリカ軍は飛行場と市街地を制圧した。日本軍のドクコン55旅団などは内陸のダ歩3に交代した。アメリカ軍が内陸に侵入すると、 日本軍は一部で頑強な抵抗をしたが、サンボアンガから飛来した爆撃機などに防御拠点は破壊され、5月2日までに組織的戦闘力がほぼ失われた。ツマタングスさんでのみ、6月頃まで組織的な日本軍の活動があった。4月26日、残る島も占領された。その後、終戦に至るまでアメリカ軍は徹底した総統戦をホロ島で行った。 6月中旬からは、第93不評師団の一部が任務を交代した。アレハンドロスアレス大佐式の現地人、ゲリラ部隊がアメリカ軍に協力した。日本軍は、アメリカ軍及びゲリラとの戦闘のほか、飢餓と病気に苦しみ、ほぼ全員が戦死、または戦病死した。生存者は戦闘中の捕虜と終戦後の投降者を、合わせてわずか135名であった。 アメリカ軍の損害は、6月中旬までに、第163不評連隊の戦士40名、負傷125名など軽微なものであった。ありがとうございます。